皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。花形まさきです。今日もトークトゥーユーを聞いてくれてありがとうございます。お元気ですか？だいぶ暖かくなってきて、でも昨日からちょっと寒くなってきたりして、暖かい日と寒い日が、なんだか入り乱れていますが、体調を崩さないように、気をつけて過ごしましょう。では今日もトークトゥーユーよろしくお願いします。今日は 2月22日です。何の日かなと思って調べようかなと思ったんですけど、多分猫の日だろうなと思って調べてみたら、やっぱり猫の日でした。 猫は好きですか？ね、猫、僕は猫もちろん好きで、僕は猫も飼ってまして、このトークトゥーユーでも猫の動画を出していますので、よかったら見てあげてください。僕が飼っている猫は今年で16歳なのかな。16歳っていうと人間で言うともう結構な年だそうで、でも、未だに元気ですごい食欲があって、毎日元気でいてくれてるので嬉しい限りです。いつか元気がなくなっちゃって、そういう日が来たらっていう風なことを思うだけで、なんか言いようのない気持ちになりますが、ね、元気なうちにたくさん可愛がって、一緒にいる時間もたくさん確保しようと、そんなことを考えています。猫を飼ってる人はねまあそれはいいか最近ね、僕が飼ってる猫はちなみに食欲がすごくて、15歳以上の猫さんへっていうご飯を買ってるんですけど、一箱の中に小分けして1食分が、入ってるんですけど、夜寝る前からその次の日の朝までにパックをね、3パックから4パックぐらい食べてしまうんですよね。食欲があって嬉しいんですけど、まあ、逆に大丈夫かなと思って心配してしまって言ます。多分大丈夫で、元気で、すいません、僕の家の猫の話ばっかり、はい。なので今日は2月22日の猫の日でした。猫を飼っている人はたくさん可愛がってあげましょう。猫がいる生活は僕はすごく、幸せだなと、まあこれは本当人それぞれですけど感じています。はい。じゃあ今日は、早速なんですけど、以前トークトゥーユーでお便りをいただきました。立川さんからいただいたお便りで、トークトゥーユーのオープニングのジングルというんですかね、この始まる時のメロディー音楽を作って、音楽がどんな風に出来上がっていくのかっていうのを紹介してもらえないでしょうかみたいなお便りいただいたので、それを、今日はやってみようかなと思っています。で、曲は僕がもうすでに、完成したものがあるんですけど、出来上がっていく過程をそのまま順番に紹介していこうかなと思います。2回に分けて紹介しようと思っています。今回と次回なので、次回にはもう完結している予定です。はい。最初にちょっと説明をしておくと、この曲は15秒ぐらいの、短い曲で、いろんな楽器を重ねて作りました。まあ、さっきも言ったんですけど、本当に作った順番から紹介して、こんな感じで曲を作っているっていう、本当にそのままを、お聞かせしたいなと思っています。ちなみに最初は、ピアノのメロディーですかね、この曲の基本となるテーマ、元のメロディーをメロディーから作りました。ピアノのメロディーです。こんな感じです。今聴いてもらったのがメインのメロディーになります。これだけ聴くとあれって思う人もいるかもしれませんが、少しずつ、音楽曲になっていきますので、もうちょっと待っててください。で、今はピアノだけですけど、メロディーでこれと同じ旋律にピアノの上にピアノと同じメロディーをシロフォン木琴で演奏しています。こちらになります。
ピアノと木琴の音が混ざって奥行きというか、奥深さみたいなものができたかなと思っています。でもう少し何とも言えない音にしたいなと思ってて、さらにこれと同じメロディーをバンジョーで、演奏しています。こちらです。さらにこう独特な音色というか、これだけ聞くと何の楽器かわからないような本当に独特な音になったなと思ってて、ちなみに僕はいつもこんな感じでいろんなメロディーを作るときは、いろんなメロディーを演奏するときはこうやって楽器を重ねて、混ぜて、例えば今ピアノと木琴とバンジョーでしたけど、木琴とピアノとバンジョーのアンサンブル合奏というよりかは、ピアノとバンジョーと木琴が合わさってまた別の楽器になるようなこういうイメージで作ってます。はい、この次は打楽器のトライアングルという楽器を重ねました。この場所にトライアングルがチーンと鳴っていたらきっと素敵な曲になるだろうなというふうに思って演奏しました。聴いてください。こんな感じです。トライアングルが入るだけでだいぶ賑やかというか明るい感じになったなと思っています。でここからもう少し楽器を重ねていって、次はオートハープという楽器で、小節の頭にコード和音を重ねてみました。こんな感じになりました。だいぶ曲っぽく皆さんが耳にするような楽曲のような雰囲気になってきたかと思います。じゃあここからさらに次は味付けかな、笛、ピヨーンっていう笛ですね。一瞬だけですので、でもちょっと派手な音なのですぐわかるかと思います。どうぞ。だいぶ賑やかになってきました。でこの笛はちなみに僕のサーカスという曲でも間奏のあたりになっている楽器です。もしよかったらそのサーカスでもこの笛を探してみてください。トム&ジェリーのサウンドトラックとかでも使われていそうな感じの音ですね。はい、じゃあ次は7個目の楽器ですね、鈴をリンリンさせてみました。こんな感じになりました。どうでしたでしょうか。今、鈴が鳴って、だいぶ賑やかできらびやかなのイメージがだいぶつかめてきたのかなと、思っています。はい、今回は以上で7つの楽器を重ねてみました。作ったそのまんまの順番で今紹介して、作ったというか曲を作って重ねたそのままの順番ですので、まさに僕が普段作ってている過程をそのまま紹介しています。今日はこの7個の楽器でおしまいで、次に2回目ですね、次回で楽曲が完結します。僕自身すごい気に入っているジングルに仕上がりましたので、次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。前半の制作工程でした。普段はこんな感じで音楽を作っています。なかなかね、自分がいつも部屋で閉じこもって作業しているので、知ってもらいたいなという気持ちがあってんですけど、なかなか紹介できなくて、今回このジングルの制作工程を皆さんに知ってもらうことができて嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございました。じゃあ今週じゃないか、今2週間に1回だから、今日の1曲はアフリカ。
今聴いてもらったのは花形まさきでアフリカでした。この曲は僕が2014年に初めてのアルバム、ファーストアルバムですね、レントメントをリリースして、そのアルバムの1曲目に収録されている曲です。今年が2014年なので、今年が2024年なので、今年でこのファーストアルバムをリリースして10年が経とうとしています。6月で10年になります。6月を予定していたんですけど、もう少し後にファーストアルバムの発売10周年を記念したライブもやろうかなと企画をしているところです。そちらも楽しみにしていてください。おそらく高知で、また高知でやると思うんですけど、もし来れそうな方はぜひ見に来てもらえると嬉しいです、はい、だんだんと春が近づいてきていますが、皆さん体調は大丈夫ですか、ね、春が近づいてくるとなんかそわそわしてくる、してきませんか僕はなんかそわそわしてくるんですよね、いつも、うん、ちなみに僕は先週かな、吹きのとうの天ぷらを食べました。すごい美味しくて、あ、春が来たなと、なんか嬉しくなりました、うん、そわそわしたり嬉しくなったり、はい、じゃあ今回も、聞いてくれてありがとうございました。また次回、ジングルの完成を楽しみにしていてください。きっときっと、こんなねトークトゥーを聞いてくれているような、あの皆さんには、気に入ってもらえると確信しています。はい、今回もありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。花形まさきでした。さようなら。